はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。じゃあポケモン一匹縛りヨーギラスバージョンね、やっていきたいと思います。で、丹波が勝てないんで、もうちょいレベルいかないとね、勝てないので、みかんちゃんでレベル上げても大丈夫になっただっけ、多分なったよね、なったんで丹波飛ばしてね、進んでいこうと思います。進めんのかわかんないんだけどね、進めんのかな。ギャラドスいない、もしかしているよね。丹波倒さないとギャラドスいないとかいうオチありそうだけどな。だとしたらここに来た時間めちゃくちゃ無駄なんですけどまあまあまあいるでしょう。はい、いいね、重い経験値うまいね。ここのトレーナー19レベルって低すぎない？カズシどう、僕の投げ結構やるだろう。うん、わかんない、何も攻撃されてないからわかんないね。僕はポケモンが大好きだ、だからずっとポケモンと一緒にいるのだ。ポケモンは本当にそれを望んでいるのかい？スグルはポケモン好きかもしれないけど、ヤドランは君のこと好きじゃないかも。特に後ろのシェルダーね、目がやばいもんだって。あ負ける説あるぞ。19のヤドランの水鉄砲で、いやこれやっぱニョロボンのさ、耐えないでしょどう考えても。耐える要素が全くないもんな。てか赤いギャラドス勝てなくね岩なだれでいけるかな。あ、いる、あ、やっぱいるんだ。じゃあいけるね。じゃあこっちから行きましょうよ。回復しようか。はい、よっしゃみんなの思い出ね、赤いギャラドス。はい、てれれれれん、この赤いギャラドスつくまでに色違いに出くわした人ってどんぐらいんだろうね。これほんと出ないんですよね、色違いって。はい、どんぐらいいくの。倒すか、ワンちゃん。あ、倒すか当時あんなに捕まえたかったギャラドスもね、簡単にほふってしまいましたよ。でも正直ここのギャラドス捕まえた方が秘伝楽なんだけどな。ミスった説はある。まあいいでしょう。はい、変態マントマンね。無理やり進化、なんか今冷静に思ったけどさ、誰かが無理やり進化させてるってこいつ言わなかった今。誰よりもチート使ってんのにね変なやつこいつ。はい、よーし。そしたら、あれ、こっちにさ、なんか技マシンなかったっけ。あれ、あー、まあ、いっか。そしたら、この人は何？うん。これいる？この人。この人結構いらない。上位でいらなそうだけど。あれ、なんかこの辺、これ釣り名人か。ああ。ああ。ああ。だけ？まあいいや。なんかあった気がしたんだけどな。あ、左側か。まあ、左側はいいかな。ああ。これ左側の小屋になんかの技マシーンあったよね。まあ、バンギラスでは使わなそうなんで。いいや。まあ、ロケット弾は地面タイプで結構サクサクいけそうなんで、あ、いや、1ミリも見えなかった、この人。はい、薄。はい、割愛。しょうもないトレーナーでした。はい、では問題のシーン。あ、あいつ後ろ向いた。背中で受ければ破壊光線耐えれると思ったのかな。左腕一本で人を吹き飛ばしている。やっぱさ、関東に住んでる人は強いよね。肉体がやばいよ。おっと、侵入者発見。例えばヨーギラスって75キロあるけどさ、
サトシが肩に乗せてるみたいなネタみたいなあったよね。ネタじゃないか、アニメポケモンでね、スーパーマサラジンね。75キロ肩に乗せたら多分脱臼すんな、これでは。ひ弱なんでね。よし、これ噛みつくさ、なくしたのミスったね。こっちに花から先に来るっていう思考があればこんなことにはならなかったのに。早急に噛み砕くが欲しい。40何レベルか分かんないな、34かな。これ実際丹波ってさ、丹波ジム順番おかしくない？あれ結構、あでもあれか、持ってるポケモンによるか。うん、ミカンも強いもんね、鋼だからね。でもここのポケモンはちょっと弱すぎると思うんだけど、レベル変だよね設定。これあと16ってさ、平均的に育てても20後半ぐらいあるんじゃないと思って。はい、まあいっか、楽に倒せるし。この泥かけで倒せないのがだるいね。ああ倒せる。ワンちゃんになったら、あベトベタね、そう、そういうの待ってるんですよこっちは。泥かけで十分、早くワンちゃんになってほしいな。いいね。人の像が見張っている。はい、いやマジでさ、こっからラジオ塔までの流れは信じられないぐらい長くないですか。まあ文句ではないんですけど、まあ文句か、まあ、不満があるわけでもないですけど、最初は楽しいんですけど、何回もやるとなるとなかなかだるいよ、特に地下道とかね。はい、めっちゃ猫背、藤尾俺の姿勢に似てる。よし、では今日髪切ったんですよ。まあどうでもいいと思うんですけど、前も言ったかな、僕髪をさ年に 2,3 回しか切らないんですよ。髪ってさ、なんかどうせ伸びるしなって思って、まあ、ケチってるわけじゃないですよね、まあ、ケチってるのかな、まあ、時間もなんかなって感じ。まあ、しかも QB ハウスで切ってるんでね、僕 2,3 回マックスかかって年に 4,000 円ぐらいですね、散髪代。いや昔はね言ってましたよ、美容院とか。うん、髪の毛染めたことないけどね。すげえ苦手なんですよね。そんで美容師さんとかと話すことって全くなくないですか。うん、でも俺の場合はもう二度と行かないので、その同じ美容院とかは本当良くないお客さんだと思いますわ。髪ね、あと毛量が凄まじく多いんですよね。髪の毛伸びんのもめちゃくちゃ早くて、なんかだいぶ傷ついてるな、だって見る目ねえなお前。戦ってないよ。そうなんですよ、一回さ、美容院に行くのやめた話なんですけど、まあ、何歳ぐらいだろう、20後半ぐらいになった時かな、30前ぐらいか、まあ、そのぐらいから髪切る頻度がめちゃくちゃ落ちて、すごい半年ぐらい髪切らない状態で美容院に行ったら、めちゃくちゃ長いしめちゃくちゃ量多くて、切ってる途中で、はぁ、みたいな、なんか、言われて、
なんかもう多分、まあ、すごいもうなんかずっと来てたんですけど、まあ、多分量が多すぎたんだと思うんですけど、でそれがね2回ぐらいあったんですよ全部で。でそっからあーなんか悪いなって思って行くのやめちゃいましたね。キュービーハウスはもういいですよ、なんか最初バリカンでバババババってなんか今日も切られてね、15、6分で終わりましたね。素晴らしく早い。でもなんかめちゃくちゃ後ろの髪ないのに前髪だけ眉下ぐらいまでありますね。変な、すげえ変な髪型になりました。でも僕普段もずっと帽子かぶってるんで、すごくもうどうでもいいんですよね、髪。まあまあまあ。ああ！ロケット弾らしい戦い方。でもあんまり怖くないね、岩タイプだから。でもさ、髪、そう。でも最近、その、髪長いおじさんってちょっと清潔感なすぎだなって思い始めて。なんか客観的に見た時ね、はちょっと痛いなってなりましたね、自分のこと。髪の毛見せる機会がないんでいいんですけど、いざ見せる機会があった時ちょっとだいぶねちょっと気まずいんですよ。気まずいっていうか恥ずかしいのかな。だからまあ今年は、あら今年やっと1回切ったのか。今年はもう2回ね、髪切りに行きますよ。うん。しょうがない。髪切って。あ、多分ね。今日髪切るまですごいです。前髪がね、鼻より下にあったんですよ。後ろの髪は肩につくかなぐらいまでありましたね。そう。よくないよね。大人だし。本当に引きこもりみたいな髪型してまして、まあ、よく言えば、米津みたいな髪型でしたね。いや藤井風かな、あんまり見たことないんで分かんないですけど、僕そう昔からちょっと髪長めだった時期あるんですけど、一番似てるって言われたまあ、芸能人ってキャラがいるんですけど、実写のデスノートのエール、松山健一さんですね。でもね、これミソなのがね、松山健一に似てるんじゃなくて、L に似てるんです。これめっちゃ言われましたね、これ。そう。当時。凄まじい数言われました。まあそれは持ってるかな。まあ10人以上に言われたかな。だからおそらく似てたんでしょう。こんなに頭良さそうに見えたかな。甘いものもそんなに食べてないんだけどね。まあ、Gパンと T シャツではあった。Sノートみんな世代ですよね、多分。大体の人。僕のを見てくれている人はおそらくね結構好きなんですよね、デスノート。なんでもなおし PP、 ああデスノートいいかあ、この子好きなやつだ、ヒャヒャヒャ笑いね。さっきの人にパスワード聞くの忘れてたね。はい、喋ってる間に簡単に終わっちゃいますね。ありがたいね。で、こいつは戦わないと。ああ、ここ開けんのか。はい。ちげえわ。間違えました。やっぱ忘れちゃうね。あとさ、この、金銀の隠しアイテムの場所を全然知らないんで、
前もやった時不思議な飴全然なかったんですよね。この辺にあったよね確か。イエーイ。こういうとこしか覚えてないですね。やっぱ金銀からちょっとマップが広大だよね。ね。なんかいろんなとこに居合切りで入れる場所あるし、もうちょっとコンパクトでいいんだけど。シリーズをさ重ねるたびにどんどん広くなってない？第3世代のも全く覚えらんないんだけど。いやーこれなんかテンポ悪いんですよね。穴を掘る、この岩なだれも長いし、噛みつくがやっぱベストだったな。早く噛み砕く覚えてくれ。中に、はい、弾が、あ、頭突き覚えさすのありだな。頭突きと矢の音変えるのありですね。まあいいか。はい、 TP ちょっともさ全部10しかないからちょっとしんどいよ。あ、ズバッとね。あ、しかも飛行タイプにやる技が岩なだれしかない。もう頭突き覚えさそうかな。やっぱ嫌な音いらないっすよね。もう多分もうゴリ押しでいけるんで、いや、ワンチャン丹波で使おうかなって思ってたんですけど、そんな避ける間もないんで、使う間もないか。うん、全然いらない技マシンのために階段を登るハメント。あ、出たこれ。こいつさ、何のために来たのこれ。ロケタン潰すのは俺だって言っただろう。怒っている。あのマント、ドラゴン使うやつは一体何者だ？チートの人です。というポケモンを手に入れればね。努力値知らないだろう、お前。いた！ああ、ほら、パワハラ。録画してるんで大丈夫ですね。パワハラね。僕一回上司の、あ、これも言ったっけな、覚えてないな。上司との会話録音したことありますよ。やっぱ録音って大事ですよね。いや、これちょっとあれだな、そんな怖い話してる場合じゃないな。岩なだれが足りなくなる。これはソガソガ使ってきたっけ、こいつ。洗ったね。はい、全然違ったけどね。ケンギンからすれば穴掘るって威力60ぐらいになったんですよね多分。はい、これも渋い。これもしかして丹波に行く頃バンギラスになんじゃない。いや、でもあいつ許せないからな。圧倒的な力の差で倒したいわ。かわいいドガース。ドガースほんとかわいいよな。これ顔アホすぎるもん。あ、でも初代でドガースか。次ドガース、あれ、次ドガースやろうかな。僕ドガースガチパーティーに入れてましたよ。が負けて落ち込んでる場合じゃない。仲間幸せなくては。落ち込むなよ。ポケモン勝負って負けると落ち込むのかな。とりあえずポケモン心配になりそうだけど。ほいほい。そしたらここか。あ、でね、ヤナオトと突き替えました。うん、まあヤナオト強いんですけど、まあ、ストーリー進める上ではね、ちょっと PP が足りないくなるのはちょっと渋いんでね。あ、女の人に、いやー好きです。はい、二人相手はできないでしょ。だいぶずるいけどね、これ。これ言ってることだいぶずるくない？あなたでも二人同時に相手できないでしょって。はい。よくあの上のさ、さっき倒したロケット団の幹部、海竜出してきてる渡るに挑めたな。どう考えても勝てないのに。あ、僕ね、かわいい。いけ、弾丸アタック。すごいかっこ悪い名前だったな今の。エクサイハナ。
なんか楽しいな、手持ちが。楽しい手持ち持ってるじゃないの。はい。岩なだれね。べちゃべちゃに潰れたでしょうね、あの花。闇カラス。あぶねえ。あ、だから好きなのか。岩なだれで。よし、オッケー。闇カラスかわいいな。ドンカラスっていたよね、確か。いつから出んだろう。はい。ロケット団員の幹部。うん。あなたならロケット団来れば幹部にでもなれるって、そりゃ幹部に勝ってるからなれるだろう。強さ以外に何が必要なんだろう。悪かったね、シャチくんくん。うん。ちょっと出番を待ってみたのさ。助ける。お、子供だぞ、こっち。バタルは何歳なんだろう。うん。バルマインを消えさせよう。この声結構バイオレンスだよね、このワタル。金銀のワタル。ここがちょっとやばいよ。じゃあまあ、バルマインは飛ばそっかな。では、3体、打ちのめします。はい。ということでね、全部、気絶どころか、瀕死させました。ようやく犯した電波も止まった。これで湖を元の姿に戻ったら、君のおかげさ、ポケモンに変われて礼を言う。なんか、持っていけない。なんかすごい偉そうだな。言葉は通信で俺の方が丸前に倒すの早かったよ。はい、険しいの目指すのか。うん、目指す。あー、こんなとこに子供置いてくなよ。はい。そしたら、あー、長寿ジムね、先にこっち行っちゃおっか。行けるかな、氷タイプ。まあ、行ってみましょう。はい。では、長寿ジムね、いけるかなって言ったけど、氷って岩弱点だよ。じゃあいけるか。地面があるせいで2倍になるのか。ルージュラ。かわいい。エロい唇してんな。はい。よし。やっぱここさ、レベル低いのは、あれなのかな。長寿に行くタイミングでも行けるからかな。あとは、ここの長寿タウンってさ、なんならみかんより前にも行けんのか。だからレベル、そういうこと？あ、やべ。そういうことか。何、シュプールって。急に専門用語言うのやめな。よくないよ、そういうの。たまにいるけど。考えれば自分しかわかんない、まあ自分にしかっていうか、専門的なことをやってない人には伝わらない言葉ね、言うのやめた方がいいよ。何それって言われるだけだから。キーヤーの歩み。キーヤー金持ちだな。2000円もくれんの、ラッキー。そうか。はい、行きましょう。ポケモンも人もいろ、生きているといろいろある。私もいろいろ辛いことを味わった。なるほど、人生の先輩としてそれを教えてやろう。うん、人にいる。おいそれと負けられません。冬の柳。冬の柳ね。もうすぐ真夏だけどな。はい。パウワウ。かわいい。かわいいかな。可愛いって言ったけど、パワー顔怖えな。サイコパスな顔してます。はい。やっぱレベル低いな。27だもん。あ、パワーアウトが氷じゃねえじゃん。全然。ジュゴンだと氷つくのか？イノムね。あー、可愛い。可愛いイノム。あんな立ってたっけ？やっぱ金バージョンしかな。ちゃんと覚えてないから。あれ？イノムって何タイプなの？はい、はいはいはい。なぜか知んないけど乱れ付き合ってくれた、ありがてえ。はい。氷岩とか等倍になるのか。氷地面か、いいね。あとはウリム、あ、ジュゴンか。
風にバブル光線とかされたらヤバそうだけど。グアナダで強えな。こんなに強いのなんか。え、こんなに強いのなんか。なんか中2がすごい強いんだけど。前回あんなにぶちのめされてたのに。イェーイ、楽ちん。うんうん、見事な戦いっぷり。うん。何があっても乗り越えいけるだろう。なんかすごい、負けたのに偉そうだな。年って関係ないから、そんなに。うん。うん。あ、うずしおね。ありがとう。物をくれるなら、許してあげよう。冬の厳しさね。冬の厳しさって言うけど、地域によらないか。よし。あれ？あれ、ここでさ、電話鳴るよね。もしかして丹波クリアしないと電話なんねえのか、これ。どういうことか。あーん。あ、そういうことね。あ、で、こっちも進めないと。はい。だよ、おっさん。あー、そっか。じゃあ、おとなしく丹波行くか。じゃあ、レベルも上がったんで丹波シティね、リベンジ行きましょうか。うん。多分、その後に小金、のラジオとイベント起きんのかな。なるほど。じゃあ行ってきましょう。はい、ということでね、丹波ジム戻ってきましたよと。で、道中でね、トレーナー何人か倒して、大人のお姉さんとかね、うん、可愛かった。あけみさんね。で、44レベルにね、なりました。この、岩をこの破壊するのもう10回以上見てる、多分。まあ、これで、あと、頭突きか。頭突きを入れたことにより、ひるみを狙ってね。ひるみ連打 10% を引き続ければ、5回ぐらいで倒せるのかな。じゃあ 0.001% ぐらいで勝てんじゃない。まあ、行ってみましょう。まあ、やることはそんな変わんないんでね。あ、まあまあ与えるようになったね。睨みつける良くないな、多分。いや、これ倒す気がすんな。あと、先制取ってんね。確か取ってなかったような気がする。はい。どう？いいじゃん。これ、余裕なんじゃないのこれ。もしかして。結局、ここで波乗りは耐えないと思うんで、まあ、泥かけですね、やっぱ。命中を避けていきましょう。あ、まあまあまあ。催眠術。え？うん。なんで？あ、やった！これもしかしてでもさ、催眠術ってくるってことは、波乗り耐えるんじゃないの？よし！いや、ひるみ狙い。はい。ドン。いい！あー！負けたか。はい。また会えねえよな。急所。はい。2戦目ね。まあ厳密には前回と合わせるともうどんぐらいなんだろう。20回いきそうだな。このレベル差でもな。なんかやっぱ4倍弱点あるキャラだときついな。こんな予定ではなかったんだけどね。バンギラスでやろうって思ったときは、結局最終進化をさ、この一匹縛りのとき考えて、あ、こいつ余裕だなって思うんだけど、進化前は弱えからな、結局。イェイ。いいね。まあ、最悪ここでバンギラスになるっていう未来もね、ゼロではないよね。ほら。あー、まあ、眠気覚ましはあります。でもやっぱさ、お待たせした。ラッキー。うん、やっぱさ、催眠術なんかやってくるのって、前回一回もなかったのは、うわ、心の目ね。いやでもこれは、俺も読んでるんですよ、これは。まあ、穴を掘るで解決できるよね、多分。え、当たんないよね。くらえ。こいつ落ちるんじゃねえの？ああ、惜しい。心の目失敗。あ、勝ったじゃん。
やったー、えい、弾丸アタック、ちょうど真ん中にね復帰してくださいってマークあったし、なんかすげえあっさり勝っちゃったラッキー。完全俺の高校生の時のお小遣いですね。中学だっけな、中学か。マザマシン1、まあ一応バンギラス覚えれますね。格闘タイプね、あってもいいかなって感じはしている。やった、これで電話くんの、あーそういうことなんだ。初めて知った。これみんな知ってましたか？普通こっちから来るよね、わかんないけど。あ、でもそうでもないか、エンジェの時点で右に行けるもんね。まあそしたら空を飛ぶためだけに夜の族を捕まえたんで、これで小金行きましょうか。あの地獄の長いね、長い長いラジオとやりますよ。では行きましょう。はい、そしたらラジオ塔行きましょうか。ラジオ塔さ、まあ、御三家だけ一匹縛りプレイやったんですけど、全然映さなくていいよねいやなんかさ、あれなんですよね、敵多いだけで、ほんと、相手24だし、頭突きで一撃だし。困ってるんですよね、ここに関しては。ラッタラッタだしね。こんなだったっけ？ラッタ2体とかいたっけ？はい。まあ、125キロの頭突きだから、相当痛いでしょうね。OK。まあ、ということで、まあ、幹部のとこまで飛ばしちゃおっかな、とりあえず。うん。では、途中のロケット弾をね、パパパッと倒していきたいと思います。はい。はい、ということでね、班長の偽物の、あれ、幹部だっけ？あ、幹部だ。本物のふりをして乗っ取る準備をしていたのだ。そんな、効率な方法ある？本物のふりしてもバレるでしょ、普通に。あ、幹部か。はい。片手ポッケに入れて歩くのは、なんか、かっこ悪いよ、多分。現実世界であんま見たことなくないですか？スーツで、片手ポッケに入れて、歩くって。ドラマとかでしか見たことないね。あ、いいね、泥かけで、あ、急所か。なるほど。これ確かドガークス6体だよね。あ、だよね。しかも全員自爆覚えてんね、確か。こいつからね、大爆発縛りプレイは、インスパイアされましたけど。まあ、とはいえ、自爆されたところでそんなにね、急所に連続サナギラスで、しかもなんで6体目のドガース使ってきたの、こいつ。めちゃくちゃ不思議なんだけど。全部30レベルのドガースなのに。あ、ヘドロ攻撃。あ、毒だるいね。ヘドロ攻撃かわいいな。まだ、ドガース6体か。テンポ悪いな、男のラジオ塔は。はい。まあ、PP もあれなんでね。この後地下道行って、あれか。あ、ライバル戦があるのか。まあ、そのあたりはいいけどね。今回で、いぶきさんまで終わりたいな。何回この声聞けばいいんだ。ドガースやっぱ何回見ても可愛いな。ヤエバが可愛いのかな。ヤエバっていうのはあれ。はい。1098の経験値をね、ずっともらってますけど。またドガースいるんかい。いや、6体目ドガースやったじゃん。何体目にまたドガース設置してんの。またドガース可愛いね。でも、左のドガースとさ、右のドガース、歯の生え方違う。右はまだちょっとドガースなんじゃない ?47 ね。あと8レベル。攻撃104。あ、噛み砕く。まあ、頭突きいらないでしょう。まあ、最悪変えるしね、頭突きは。オッ
OK。幹部ね。わかった。どこにいんの？うん。地下通路のさらに。めっちゃ丁寧に説明してくれる。はいはい。あ、そっか、これ地下通路行ってまたここ来んのか。さあ、そしたら、ライバル戦かな。ライバル戦から行きましょう。はい。はい。じゃあ、地下道ね。ライバル戦どうなるかな？全然、なんか余裕だなって、勝手に思ったけど、待てよ。キムタクですね。お前の姿を見かけたからさ、後をつけたのさ、怖い。またロケット弾を潰すのを邪魔されちゃたまらないからな。またっていつ邪魔したっけ？思い出した。そういや、お前にも、負けたことがあったな。あんなのまぐれだろうが、借りは返しておくぜ。ああ、ちょ、待てよ、と。髪型も、王子のに似てるしな。ゴルバットね。なんか急にレベル高くない？まあ、大丈夫か。オーダーイルだけ何も考えてないな。オーダーイルか。だから今後水タイプに対してどう接していけばいいんだ？なんか覚えないっけ？覚えないな。あーん。早いんだよな。考えてるんですけど、こっちは。まあ、泥かけでしょうね、とりあえずは。先制取れるのが、せめてのも救い。よし。あ、水鉄砲、優しい。で、ダメージは、あーん。まあまあ、受けんな。まあ、ひるむかもしんないんで、岩なだれですね。ひるみかよけでいいんでね。え、これ結構レベル上げないと渋くない？ひるめ！お勝ちましたね。はい。まあ、こういうことですよ、結局。ひるみをね、生かしていかないといけない。で、君には大ダイルを失った今、私に、対抗する手段があるんですか？え、これじゃあもしかして結構泥かけないと渋くない？今後も。泥かけ忘れさす予定だったんだけど。なんかさ、普通に、ゴリ押し、力でゴリ押せばいいかなって思ったけど、案外だな。案外良くなさそうだね。まあ、バンギラスちゃんの強さはね、信じてはいるけど、好きだし。まあ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 。ニューラね。あ、まあ、ここも岩なだれあるもんね。嫌な音。まあ、関係ないね。外すんですよね。岩なだれね。そうなんですよ。あれ、先生の爪発動したね、多分。OK! まあ、ライバルはオーダルだけだね。今後もちょっと不安な点はあるが、いいでしょう。はい。なぜだ、なぜ負ける。最強のポケモンを揃えた手加減もしないわ。やばいよ。ちょっと、もうちょいポケモン勉強しよう。全然最強じゃなかった。まず進化してないし。進化してからいいよ、とりあえず。うん。まあ、ここのトレーナーたちもね、まあ、飛ばそうかな、普通に。じゃあ、この後のトレーナーも飛ばして、またラジオ塔のね、幹部から行こうと思います。はい。はい、ということでね、局長を助けてカードキーをいただいてきました。本当に、ここは、長いな。うん、ちょっと多いよね。まあ、こっから行きましょうか。はい。ロケット団員の下っ端。ラッタね。24のラッタ流行ってんのかな、ロケット団の中で。もうレベルも50になっちゃいましたよ。あ、アニメーション飛ばしちゃってましたね。次から出しましょうか。はい。まだドガースにね、冬ないからいいけど、3世代目からはそうはいかないのか。はい。やられたー。いや、やる気ないだろ、こいつ。何、地下通路突破した？なんてやつ。なんか、こいつ、かわいそうだな、セリフがちょっと。はい。あ、この人ね。これ何？ 4 階。あ、はい。鳥でね、鳥で。
ロケット団の砦と言われたこの俺だ。うん。砦ね。砦と言われた。うん。まあ、そうか。砦か。コールバットね。こいつ誰かの時めっちゃ苦戦したな。チコリータか。はい。まあ、砦を岩で崩しましょうよ。はい、オッケー。簡単ですね。砦が崩れた。自分で言う、もうない。お前を尊敬して忠告してやろう。うん。今からでも遅くはない。引き返した方がいいぞ。なんで、その理由を言った方がいいよ、多分。忠告するのであればね。アラボーや長王子のアジトであったあのお姉さんね。エロいよね。うん。ああいう、うん、ピチピチではないか。なんか上だけピチピチで下がダボダボだけど、最近さ、すごい、なんていうの、ピチェッとした、服で、まあ、ちょっと胸が大きくてね、腹のラインもなんかすごいもう、藤子みたいな人が歩いてて、すごい幸せな気分になりました。はい。そんだけです。なんのあれもなかった。すごい幸せだったな。この町一番の美人だと思ったな。この働いている場所でね。お店には来てくれなかったですね。あら、ああ、もう吸い取るでこのダメージもちょっとやばくないか。やばい。なんで岩なだれしたんだろう。でも岩なだれのダメージもちょっと見たかったんだよね。よし。はい。倒さないかな。あ、倒すか。いいね。いや、ちょっとやっぱ穴を掘るではね、ちょっと火力不足してるね。早見カラスね。どんまい。はい。あんな強気なお姉さんなのに、ポケモンをね、全部メスで合わすあたりが、かわいいよね。51。これは息吹戦はバンギラスになるかなんないかぐらいか。勝てんならそのままでもいいけどね。うん。息吹のさ、キングドラって波乗りとかハイドロポンプもあったっけ？絶対勝てなくない？あんま考えてなかったけど。先制取れればまあ、あるか。でも岩なだれ、ひるみ、岩なだれが出るまでやればいいのか。あ、デルビルね、かわいい。なんかちょっとあれだな。やっぱり思ってたよりしんどいですね。今の気分的には。あとこのサナギラスの後ろ姿を見てるのも結構精神的にきついしね。結構気持ち悪いよ。サナギラスね。ドガースね。ボロカ系はでもマジでちょっとないと今後わかんないな。勝てないかもね。悩ましいね。あ、そう、コメントさ、いただいて、関東編ね、まあ、何人か希望いただいたんで、希望というか求められていたので、まあ、やろっかなって思ってるんですけど、ここまで考えるとさ、レッドのカメックスとかちょっとやばくない？勝てなそうだよなぁ。泥かけ。泥かけ頼りゲーすぎるかな。まあ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 。おいおい考えますか。榊様お許しくださいと。自己満だろそんなの。榊がもう修行してんだからさ、そっとしといてやれよ。あ、局長ね。全員いなくなってから来たっていうのはもう、ひどいよね、結構。うん。銀色の羽いらないしね。はい、わかったわかった。はいはい、わかったわかったわかった。もういい、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 もういい。あん。局長室に戻るよと。こんなとこに放置していいんですか、子供を。ラジオ勝手にやっちゃうよ。まあいいや、行
きましょう。じゃあ絵吹きですね。もうではふすべだっけ、ふすべジム行きたいと思います。ほいほい、ということでふすべ行きました。ドラゴン狩り行きましょう。まあここかー、いぶき以外はね、いけるまさるさんかなって思うんですけど、どうだったね。まあ岩なだれですね。伝説の竜を岩の下敷きにして倒すと、はい、いいね。いやー、こうすんなり割ってほしいな。なんならバンギラスなんる前に倒してくれても全然いいけど、多分無理でしょうね。早くバンギラス見たいけどね。ここの野生のトレーナーで53ぐらいなんないかな。はい、イニリュウそれにしても可愛いな。めっちゃ可愛くない、なんか。はい、オッケー、いいね。52レベル、いよいよって感じ。防御も100超えたね。マサル残念だな。感想が浅いな。残念だな。あ、怪力必要なのか。めんどくさいじゃん。負けたらめんどくさいパターンだな。このギミックいらないでしょ、ジムに。すごいおしゃれ、ともえ。あー、シードラね。水だけだからな。このジムリーダーのとこにある怪力がないと進めない場所さ、一体やられたら、その怪力持ってるポケモンもわざわざ負けないといけないのがめっちゃめんどいんですよね。イエイ。まあ今の流れを見るとキングドラもいけそうだな。はい、じゃあね、回復と怪力を手に入れたんで行きましょうか。これはやんなきゃいけないのか。めんどくさ。誰もがドラゴンタイプのポケモンを使うわけじゃない。ドラゴンよりも強いポケモン、それが俺のテーマだ。いや、じゃあ俺もここのリムトレーナーになるけど。タッツーね、タッツーはドラゴンっぽいけどね。まあ、噛み砕くで落とせるでしょう。噛み砕くって追加効果なんかなかったっけ。ひるみないのかな。防御下げるとかだっけ。まあ、だとしたらあんまだな。マジで泥かけして岩なだれでひるみ狙いしかないんだけど。あ、やった。さっきと全く同じ。これをカンナじゃないわ。息吹で出してほしい。トモヒコは。さすがだな。俺の何をしてるの。今の嫌だったな。岩は下に落ちた。これ落とした後一歩動けるんだね。切りませんでしたね。もう一回やってみようかな。この岩に落としている、え、じゃあラグ中にこの階段の下に行ける。ああ、階段にたどり着いたらどうなんだろう。まあさすがにそれは無理か。はい、ドラゴンは聖なる生き物、生命力あふれたポケモン、本気で来ないと倒せないわよ。そうだね。はい、エリットね、マリコね。マリコ、上からマリコね。僕はちゃんと AKB ファンでしたね、昔。マリコ推しではないですけど。ちゃんとドン・キホーテの劇場とか行ってましたよ。握手会とかね、行ってましたね。懐かしい。
最近趣味がないからまたそういうの行こうかな。アイドルとかも見に行ってましたね、昔。20前半ぐらいまで。なかなかやるじゃない。まあ、行くか。こんな話はどうでもいいね。私が言うべき世界で一番のドラゴン使いよ。いや、渡るだろ、多分。実力もポケモンリーグしてんのにだって負けてなんかないわよ。どう？それでも戦うの？だってね、戦わなきゃしてんのいけないもんね。まあ、いけるっしょ。ドラゴン使いはマントをしなきゃいけない縛りがあんのかな？あ、来るよね。いや、だからこれ結局ね、結局、キングドラだけだな。うん。はい。なんなら一撃で落ちるんじゃん。強いです。中2は強い。もう、マジか。思ってたんと違う。なるほどね。こんな強えんだ。当てれば勝てるの。これは奇跡的にキングドラで出るんじゃないの？ひるみ。いやー、倒せないんかい。デビーがあんのか。なるほどね。まあまあ、受けますと。まあいいでしょう。これの破壊光線を避けたら、避けても反動ってあるっけ？ないっけ？答えはないよね。あ、キングドラ出んのがここで。くそがー。くそがー。出ねえと思って回復を怠った。ですよねー。108は耐えねえな。くそー。ポケモン出すタイミングがうまかった。いやー、また骨が折れる戦いが始まりそうです。はい、じゃあ2戦目ねー。まあ、バンギラスにするのが現実的だなー、結構。でも、このパート3は、もう完全にサナギラス界。サナギラスがね、サナギラスが、うん、いや、サナギラスのいいところをね、前面に押し出していきたい。頑張ろう。あと2レベル以内に倒すんだ。でも勝てる気もしてるんですよね、正直。あと HP 満タンの時にダメージ受けてないんで、まだ。まあ、耐えるものなら勝てるけどね。え、なんでさ、え？なんでこの白竜は耐えるの？段数が毎回おかしいのか、個体値違うのか知らんけど。じゃあ112ってことでね、まだドセキングドラ出してくるでしょ。ですよね。泥かけもこれでひるみ狙い。ひるみ半分与えれば勝てるもんね。ひるめはどう？ああ、いける。ああ、いけず。いけなそうですね。耐えないかな。ストップしないね。ですよね。はい、3戦目。岩なだれ2発でもいけそうだね。こっちの方がいいな、多分。じゃあ、10% 引けば勝てると。なるほど。つまりですよ。10回やればほぼ勝てる。いや、でも 10% の確率を10回で引く確率は多分、何%ぐらいなんだろう。60% いかないぐらいなのか。計算法は覚えてないですが、いけるでしょう。ここでこの白竜を倒せばいいだけなんだけどな。ああ、そう、そういうこと。なんだ。じゃあ乱数でしたね。これいけるんじゃない？はい。ひるみか、HP 満タンなんで、1でも残ればいい。あと、岩なだれ外さなきゃいい。ただそれだけ。お！もう出た！うわ！あ、そっか。転生なんだね、それは。そうだわ。初代と違うんだ。アイテム使うのは、相手が転生になるんですね。でも、これで勝ちです。よし、外さない。やりましたね。サナギラス、頑張ったじゃん。多分お前のハイライトこれで終わりだ。
で、白龍ね。まあまあ、あっさり勝ったな。いやでもね、正直最後の岩なだれ、外すんじゃないかとビクビクしながらね、A ボタン押しましたよ、私は。ここでちょうど55になればね、切りよかったね。まあまあまあ。いいでしょう。お疲れ、いぶき。この私が負けるなんて信じられない。何か、嫌いだわ。私は見た負けて言うのもなんだ。あなたの持続じゃ、ポケモンリーグ挑戦なんて無理よ。いや、嫌いだわ。この感じの人嫌い。良くない。良くないよ、多分。後から言うの。まあ、そしたら、とりあえず出るか。はい。この辺でね、今回は終わろうかな。まあ、次回ついにバンギラスになって、天の挑戦というところで終わろうと思います。はい。ということでね、いつもご視聴本当にありがとうございます。コメントと高評価もね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。